いや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 、社長子さん、はい、ちょっと靴を脱ぎ始めたと思ったら何やってんすか社長子さん。ええ、靴履いて逆立ち。そうですね、地面が結構痛いんでね靴履かないと。いや本来はね足を、はい、ね、足で踏むものなんですけども、これはまたシュールな光景をちょっと団長見ちゃいましたけれども。いや今日はなんかね、はい、すごい世界初の技を見せていただけるんです。どんな挑戦を。そうですね、今日は役者の方で、はい、ウィーロウリーが言えることを得意にされていた方がいらっしゃったので、お私も挑戦してみようかなと。なるほど、はい、あのウィーロウリーですね、はい、ではちょっと意気込みの方。はい、逆立ち超人として恥じないように頑張ります。はい、見守ります。ではスタートしてください。拙者親方と申すは、お立ち屋のうちにご存知の方もござりましょうが、お江戸を立って二十里かけ方総主小田原錦町を過ぎなされて、青物町へ上りへおいでなさるでは、これは修理です。ただいま点発いたして、しかも楽譜台を置いておりますが、楽譜台昔地の見えてるんでしょうか。我が町へ来たり三日三代のおりから、この薬を深く米を切り、用いる時は一粒冠の隙間より取り出し、よってその名を三日より東鎮光と賜る。すなわち文字にはいただきすく匂いと書いて東鎮光と申す。ただいまこの月ことのほか世情に広まり、工房に連め岩盤を追い出し、いや小田原の灰田原の三田原の隅田原の色に通せるだがなおもって食いろうと知るせしは親方にやすくばかり。もしやお立ち合いのうちにあなたにかどの沢へ当時においでなさるのか、または伊勢山の国からは必ず角近い出されますね。この子にならばに無駄になれば左側八方が八つ目で表が三つ目で玉堂作り、八方には菊に霧の塔の五毛五社目あって、係数正しき薬でござる。いや最前より加盟の自慢ばかり申しても、ご存じない方には昇進の胡椒の丸のみ白川は呼ぶ。さらば一流食べかけて、その気味合いをお目にかけましょう。まずこの薬をかように一粒下の上に乗せまして、腹内へ納めまする。といやどうも言えぬは、一心肺管が健やかになって、訓風濃度に来たり、甲虫微量生ずるがごとし、魚腸気の子麺類の食い合わせ、その他万病に底あること神のごとし。さてこの薬第一の奇妙には、下の回ることが銭ごまが裸足で逃げる。ひょっと下が回り出すと、矢も盾もたまらぬじゃ。そりゃ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 、回ってきた回ってくるわ。あわやのんどさたらなしたに、かげさしよう浜の二つは唇の形状、会合さわやかに赤さたの浜やらば、おこそとのほもよろう。一つ平気に平気をしはじかみ、ぼんまめぼんごめぼんごぼう、積みたてつみまみ、積みたんしょうしょしゃざんのしゃそうじょう。小米の生紙、小米の生紙、こんこ米の粉生紙、手術、秘術、手術、出陣、親もかへ、子もかへ、親かへ、子かへ、子かへ、親かへ、古くりのきの古くり口、甘がっぱか、ばんがっぱか、貴様のきゃはんもかわぎはん、我らのきゃはんもかわぎはん、しっかはばかまのしっぽころびを見張りはりながら、ちょっとぬてぬてちょっとぶんだせ、変わらなでしこのせきちく、のらにょらい、のらにょらい、みのらにょらいに、うのらにょらい、ちょっと先のおこぼてきに、おけつまつきはんのこそのとちょにょろに、今日の生だらななままながつ、ちょっとしもかんべ、お茶たちょちょたちょちゃんとたちょちゃんと、青だけ茶せんとお茶ちゃんとたち、来るは来るは何かと、大屋の山のおけらこと、たぬき100匹、800点、天目100杯、5、800杯、ブクバク、ブクバク、ミブクバク、合わせてブクバク、ミブクバク、キククリ、キククリ、ミキククリ、合わせてキククリ、すごいぞ、麦ゴミ、麦ゴミ、麦ゴミ、合わせてまだ逆立ちをしている。あの投げしの長投げなったわ、だが長投げなったと、これは実況、向こうのゴマガラは、絵のゴマガラか、マグマガラか、あれこそ今度はマグマガラ、ガラピーガラピー、カサグルマ、起き上がれこぼし、起き上がれこぼし、ユンベもこぼして、またこぼした、タッポポ、タッポポ、チリカラ、チリカラ、ツッタッポ、タッポタッポ、一丁タコ、落ちたら煮てくを、煮ても焼いても食われるものは、ごとく鉄球、金熊同時、西熊石餅、トラクナトラキス、中にも当時の羅生門には、茨城同時か腕ぐりゴンゴン掴んでおむしゃる、他の来光の膝元さらず、船金かしいだけ、定めてござったそば切りそうめん、うどんかうどんなここしん餅、小棚の小下の光景、小水は変わらず、くしゃくしゃこもって、これは、もう間もなく5分という、私の体内ドクリングですが、まだ逆立ちしておりますが、7つ起きして総天総総総衆小田原東鎮光、さあ、ウィロウリ生きるのか。これは逆立ち方向 200m への挑戦、まさに前哨戦、挑戦は飾らなくてはならない。角出せ棒出せ棒棒前に、薄着のすりバチバチバチバラバラバラと、羽を外して今日を至る、いずれも寒い、あげねばならぬ、うらねばならぬと息声引っ張り、東方世界の薬の元締め、薬師如来も昇乱あれと、頬を敬って、ウイローはいらっしゃりませんか。さあ、シャチホコ、正念場だぞ。社長さん、これは挑戦終わったんでしょうか。終わりました。おお、
いやー社長さん、お見事でした。終わった後私のインタビュー入るタイミングを逃してしまいましたけれども、はい、いやー来ていいですか。来てください。いやでも裸にサスペンダーというまたシュールさの今気づきましたけど、ちょっとギャラリー多いですね今日。ギャラリーが、ね、ここ舞浜という地点で、まあ、見ての通り、はい、お客さんもねいる中で、まあ、ギャラリー多い方がいいかと思います、はい、ロケーションチョイスしたんですけど、いやー言い切った後に耐えたあの姿感動しましたよ。うん俺もうんみたいずっと二人の無言のあの空白社長がさ、いや靴で逆立ち今日初めてしたかと思うんですけどいつ思いついたんですかこれは。いや今日です今日です今日ですよ、はい、今日、まあ、今日実はねあの舞浜の方の、まあ、シェラトンホテルの方でね超人イベントをちょっとしたわけで、ここでじゃあなんかどことからともなく、はい、そうですね、靴で逆立ちという、はい、俺見た瞬間笑いましたよ。今までちょっと思いつかなかったシュールさが、まあ、最近はやはりねなんか結構映像の世界でもこのシュールさ、はい、パフォーマンスのシュールさっていうのは結構求められているニーズが高いので、はい、ぜひぜひね社長子さんもちょっとアピールを、お靴履いてますけれどもそれを手で履くという、ね、新たな境地を。いやどうでした今日挑戦してみて。いやあんまりね発声練習にならないですねならないですよね、はい、逆立ちの練習にはなりますけどね。そうですね、やっぱり腹から声が出にくいですからね、逆立ちしてると。いや俺もあの腕立てしながら喋った経験あるんですよ、早口言葉とかやってた経験あるんですけど、やっぱり喋ると腕立てもすごいリズム崩れますしそうです、ね、やりにくいんですよ、やりにくいですね。それを喋りながら逆立ちってやっぱり相当疲労しますよね。そうですね、それでウイロウリ大体何分ぐらいやりましたかね、感覚的に今ですか。はい、5分ぐらいですかね。5分、全部なんか時計をねなんか置いてやってましたけど、大体全然見てなかったんですよ見てなかった、まあ、楽譜台もここにねセットされてますけど、見てないですよね。譜面台ちょっと見えなかったですね、遠くてねってことはもう全て暗記で。そうですね、いや素晴らしい特技で今年振り返って、そして来年の抱負とちょっとね簡単にください。今年は、はい、まずは、はい、指逆立ち歩行 50m、 おこれがクリアできたのは本当嬉しかったですね。うーん、でその後、まあ、パフォーマンスを何やるかっていうので非常に悩んでて、うん、それで、まあ、夏の冒険をね、うん、キーボード逆立ち、おこれはまあ新たな発見になったのかなって。それはすごい、なんか今年の一番の収穫、逆立ちの収穫ですよね、はい、あ今までお台場学園の時 もう全く発想してなかったです突如今年やはり。そうですね、突如ですね、あの今日の靴逆立ちも突如だと思いますね、はい、そうですよね。それでキーボード逆立ちとかも笑っていいと思うとか、まあ、テレビ番組も出演したり、まあ、今後もなんかいろいろキーボード逆立ちでなんか広がっていくと思いますよね、可能性はありますよ。そうですね、もうどんどん追求していってほしいと思いますね。来年はどうですかね。はい、来年はまず、はい、逆立ち歩行 200m、 これクリアしたいですね。いやー行きますよ、土手に 200m の挑戦、はい、俺も本当楽しみしてますので、はい、では来年ぜひね桜の咲く頃にお邪魔しますので、はい、社長子さんのまあ地元と言ってもいいんじゃないですかね。ぜひぜひ 200m への挑戦成功させましょうよ。はい、くっしゃ、良いお年を。良いお年を。